します。キャプテンサトシと申します。今日は土曜日っすね。土曜日なんですけど、自粛期間長かったから今日は部活やりましょう。ちょっと久々ですけどね、これ3日ぶりぐらいかな。やっていこう。はい、2年目の11月ですね。まさかのね、秋の大会1回戦で負けちゃったんで、年が明けて4月に新しい選手が入ってくれば、初めて3年生がね、今ちょっと2年生中心のチームなんで、やっと3年生ができるっていうことで、3年目が勝負でしょう。でね、とりあえず、練習を進めていくんですけど、今回は特に何もないっすね、多分。年明けぐらいまでやって20分超えたぐらいで終わりにしようかな。そっか、コンビネーションがみんなバラバラだったから、コンビネーションの練習してんだ。OK、じゃあこのままやっていこう。これは何の練習だ？フォワードとしての動きができてません。フォワードパスとかやってんのかな？違うな。あれか、ポジションの各自フォワードかバックスかっていう大まかな練習を今してんだっけ。全然ね、自分で組んだ練習分かってない。これか、グループ別ってやつか。これも今までやってなかったんで、ちょっとやらしてますね、今。本当は最初にやるべきだったのかね。このゲームね、全然分かんないですよね。お、フルバックとしての機能を果たしてる宮原。秋田が問題児なんすよ。こいつ、うちのエースだったんですけど、まあ今もエースなんですけどね。まさかのマネージャーと付き合い出すっていう、なんか、みんなの前で堂々と付き合ってるらしいんです。みんなのモチベーションが今下がってます。最低ですよね。11月は、なんか4週の後半に練習試合があるらしくて、それ以外特に決まったイベントはなさそうなんですよね。今回何にもない回なんで、パパッと進めていきます。怪我なくね、怪我なく進められれば、年を越せればもうそれでいいっす。秋田の伸びが悪いな。あ、滝田になってる。あ、小畑、そうか、なんか怪我人が出てたんだな、そういえば。あ、怪我人はね、なんか、あ、ほう、これこれこれ、治ったらなんか教えてくれるんですよ、この、今うちのエースと付き合っちゃってる霧島奈穂ちゃん。平賀くんが怪我から回復。回復したんで、選手入れ替えで戻しましょう。平がこいつか。こいつ、何？バックスだっけ？やべえ、わかんねえ。確かバックスだった気がする。で、とりあえずじゃあ、あいつだ。小畑。能力的に物足らない。滝田もね、確か、そう、この、こいつか、岩橋が治ったら滝と交代かな。滝田もね、別に平均的な能力で悪くはないんですけど、確か体格が2でちっちゃかったからかな。で、こいつ1年生なんですよね、確か。で、1年の時から伸ばした方がいいかなと思って今、入れ替えたりはしてますね。あとは疲れてる人を臨時休養にして、一人ずつ休むっていうスタイル、なかなか部活でないですよね。勝ちかな。まあ、お、岩橋くんも怪我から回復。最近読んでる本で、伏見工業高校の、今名前変わっちゃってますけど、山口先生と、あと、
元日本代表監督の平尾さん、なんか対談のね様子を本にしたものがあるんですけど、気づかせて動かすだったかな。その中でね、なんか平尾さんも実は一時期部活をサボってた時期があるっていう。でなんかそれをなんか先生に、すいません休ませてくださいって突然言ったらしいんですよね。で山口先生も特に何も追求せず許可を出したらしいんですよ。でそれについては企業秘密だそうですけど、まあ大事な選手だったんでしょうね。あと自分で連れてきた人ですからね、結構無理やりじゃないですけど、中学生時代の平尾さんを見てもう家まで押しかけて行ってうちに来てくれって。で確かもうね進む格好が決まってたんですよ、その花園高校っていう当時京都で最強の学校にね。でそれをもう自分のとこに変えてもらったっていうぐらいなんで、まあ、責任もいろいろ感じたんでしょうけどね。スペシャルな選手ですよね。今回は特に休ませなくていいかな。また、ああ、進んでたんだね。成城南。いつも光が丘がこの県は優勝するんですけどね。100ポイント一番少ないっすね、1回戦で負けたんで。ポイントが今2500、いやほど遠いな全然ダメだった。次何取ろっかな。目標としてはでもナイター設備なのかな。ター取るとどうなんのこれ。日が落ちたからも練習が行います。よくわからん。この辺はまあフィジカルってのはわかるんですけどね。サウナとかはなんか疲れが取れそうな感じがしますよね。メディカルとか多分怪我が治るの早くなるんだろうな。これ欲しいっすね。なんか温泉、これも似たような感じかな。サラ工業高校私立みたいっすね。僕がいた高校もまあ、ラグビーは良かったんですけど、ね、野球部がめちゃくちゃ強くて、野球部だけ専用のね、専用のさっきみたいないろんなものがあったんですよね。専用の食堂ありましたからね、野球部の。であとな、もういろいろあったな。ブルペンとかあったな。まあ、ナイター設備はもちろん試合ができるグラウンドみたいなのもあって、その上の方にブルペンがあってでなんか室内練習場、雨の日にノックとかするようなところがあって、であとなんかもういろいろあったな。もちろん寮もありましたしね。食堂ってすごいですよね。だね、運動祭、なんつうの、運動会運動会の部活対抗リレーってあるじゃないですか。野球部ダントツで速いんですよね。まあ、陸上部とかサッカー部もねまあまあ速いんですけど、半周差つけてぐらい野球部がね先にコールしてましたよ確か。あ、練習試合だ。藤波工業、お、工業高校だ。それなりの戦力。まあメーター的にはね
うちの方が強いんですよね。どうだろう、最近全然勝ってない気がする。いいねいいね、森田もキックを決めている。21対7。あれ前半だったんだ。後半ちょっとペースが落ちるってことはスタミナがまだ足りてない。まあまあいいでしょう。この練習試合で勝ってどんな効果があるのか全然わかんないんですけど、あれなんかとりあえず試合で疲労はたまんないっぽいんで、まあ、勝つことにねモチベーション的な意味はねあると思います。12月に入ってもうちょっとできそうですね。今11分なんで、どうしよっかな。あ、1月に新人戦が始まるのか。まあ新人戦やりましょうか。いや、こいつは休ませなくていいな。やっぱね、このナンバー8の斉藤くんがね、すごい疲れが溜まるの早いんですよね。出たよ、斉藤くん。ナンバー8の斉藤って、すごい強そうな名前なんだけどな。YouTube でも今、斉藤優也さん、元日本代表の、ノーサイドゲーム出てましたけど、YouTube でチャンネルがあるんですけど、なんか、最近ね、あれ昨日だっけな、ユニフォーム、サイン入りのユニフォームのなんかプレゼント企画をやってましたね。やべ、ちょっと欲しいなと思って。あれ、まだ怪我してる人いたっけ、安西くん。安西くん、わからん。安西くん。やべ、ちょっと3日とか2日開けるともうわかんなくなるな。安西森夫、誰と入れ替えればいいのこれ。はいはい、稲葉くんが本来は、補欠だったらしいですね。補欠っていうか、この右側の補欠って、2軍というか練習できない人たちなんですよ。何やってんだろうって感じなんですけど、この左側のレギュラーっていうところは、まあ、スタメンとあとベンチまでなんですよね。別にもね、練習させてほしいんですけどね。だから怪我してるときは本当にこっち側に行かして、その代わり、まあ、1年生とか伸ばしたい人をちょっとでも伸ばすみたいな。あと何でしたっけ、補習とかになったときとかね、そうやるんですけど、さすがに2軍全く練習しないっておかしいでしょ。部活としてせめてなんか走り込みぐらいはスタミナだけは上がるとか、そういう機能欲しいですよね。進めていこう。なるほど。おっと、忘れてた、期末テストの結果が出ました。大高くん、梶谷くん、磯田くん。あ、今のね全員補欠ですね。よかった。レギュラーは、誰一人。ちょっとね、色が薄くなったりするんですよ。練習が出れない期間があってね。補習になると。よかった、よかった。12月は、まあ、終わりに練習試合があるくらいかな。そこまでちょっとパパッと進めながら。はい、多分ここまで早送りになってると思いますが、12月の4週後半、まあね、大したイベントじゃないんですけど、練習試合があるんで、おっと、結構みんな疲れてんね。
目最後の、2年目最後ではないか。年明けて3月が最後かな。まあ一応今年最後の練習試合、勝ちたいっすね。行こう。どこかな。柏谷、千葉っぽい名前ですね。それなりの戦力、まあまあさっきと同じぐらいですね。でやっぱりこの C がキャプテンか、 K だ、 K がキッカーって意味なんですけど、すごい確率で相手高校のキッカーフロントローなんですよね。しかもね、プロップの確率が高い気がする。結局このゲームを作った人はラグビーをどんだけ知ってたんだろう。スクールウォーズを見て作ったんだろうなっていうのは全体的な雰囲気でわかるんですけど、ちょっと負けないでよ。負けたなこれ。スクールウォーズを見て作ったんだったら、まあ、一応ね、あの主人公の先生の滝沢賢治がね、あの、まあ、山下真司さんが演じてる主人公なんですけど、勝った。その滝沢賢治はもともと伏見工業高校の山口先生がモデルなんですけど、山口先生もその山下真司さんが演じてた主人公もフォワードでキッカーなんですよね、日本代表でフランカーで。今だとなかなか珍しいですけどね。だからそれを見て多分カーをフォワードに起用してるのかなとは思ってるんですけど、さあ年が明けまして、明けましておめでとうございます。2020何年だこれは。結局オリンピックはあるんですかね。ちょっと前にアンケートみたいの取って、来年もやらない方がいいんじゃないかっていう意見の方が結構多かったのかな。日本も今増えてきてますけど、世界の状況を見たらこのままだったら、まあやんない方がいいかもしれないですね。僕もそう思いますね。ブラジルとか大丈夫なんですかね。結構ね、ヨーロッパのサッカーとかは再開してますけど、ブラジルの国内リーグとかどうなってんだろう。さすがにまだやってないのかな。まあ1月で3週の前半から新人戦が始まるっぽいですね。時間的に1回戦ぐらいまでやろうかな、今日は。新人戦。で、本来なら1月の2週で3年生が引退してるんですよ。うちはまだ3年生がいないんで、そのイベントがなかったんですけど。なんで、他の高校は、ここでガクッとね、戦力が落ちてるはずなんで、うちはもうずっと、1、2年生主体で戦ってきてるんで、この新人戦は勝てそうじゃないですか。てかある程度勝たないとね、問題ですよね。とりあえず怪我しないように新人戦を迎えたい。今日から新人戦予選。出場校がちょっと少ないんだっけ。ちょっと見てみましょうか。トーナメント表。そんなことねえな。めちゃくちゃ多い。光が丘もバッチリ。
光が丘、うちと同じぐらいじゃない、このメーター。うちはどこ、うちの方がワンチャン強いっていうか、なんかシードになってる嘘なんで弱い、弱い他の高校。桜花学院ちょっと強いっすね。うち強さは確かにね、メーターは高いんですけど、今までの実績から考えると絶対シードにならないでしょう。あれ、じゃあ3週の前半ですけど、ここはまだ試合がないってことなんかな。うちはで試合がなさそうですね。ない。ここで試合が始まると。よっしゃ、ちょっと無双してやるか、新人戦。どっちだろう相手。まあどっちでもいい、読めない白鵬みたいな名前。白鵬かな。森鴎外の鵬ってあれでしたっけ。それなりの戦力なの、ここ。新進戦の時点ではそうなのかな。メンタルが高いチームなんでね。いやいや、圧倒的でしょ、これ優勝候補、マジで。大量得点をしてほしいね。 OKOK、 押してる押してる、さすがに強いね。もうちょい取りたいかな。森田もキックを外さない。キックの練習全然してないんですけど、下がったりはしないんですかね。4トライ4ゴール素晴らしいね。で、ちょっとトーナメント表見ようか。次の相手は雪ヶ浜。弱い弱い。ああ、その時来るのか。ああ、一気にレベルが高くなるね。でもメーター的にはうちがこのブロックでも一番高いね。でこっち側に優勝候補光が丘、青海大付属。もし決勝まで行くとすると、このブロックもどっかが上がってくる。ああ、成城南強いね。さっき全国行ってたところかな。全国の結果見なかったな、そういえば。はいはい。ということで、ちょっと時間がいい感じなんで、新人戦の途中ですが、今日はここまでにします。次回はね、まあ新人戦戦っていって、まあ勝ち抜いて本戦まで出れれば、どこまで2月か。2月の終わりまでずっと試合ですね。そうあってほしいね。まあ、ちょっと、この年から本腰を入れて、本腰はずっと入れてたんですけど、本当にね、そろそろ勝ちに行くチーム、勝ちを狙いたいと思います。ということで、本日は以上にします。ありがとうございました。